今何杯目県外の方でも作ってみてほしいなと思います。チュラ TV をご覧の皆さん、ハイタイ、大城ゆきです。今日は沖縄料理作っていこうと思います。今日もか今回4回目の沖縄料理なんですけど、はい、今回は平屋地を作ってみたいと思います。平屋地は沖縄のおやつみたいなもので、よく私も食べてきました。居酒屋にも結構ある定番料理なんですかね。で、言っても私平屋地作るのは初めてなので食べる方はたくさんあったんですけど、作るの初めてなのでどんな感じになるかちょっとドキドキですが、作っていこうと思います。はい、では早速調理していこうと思います。今日使う材料は薄力小麦粉ですね、と和風だしと卵と鰹節と紅生姜と、あ、大事、これ一番大事、ニラを使っていきたいと思います。じゃあどうしようかな、ニラから切っていこうかな。ニラから切っていく、中身の具材がニラしかないから結構多めがいいと思うんですけどね。これぐらいでいいかな。ニラの大きさって結構それぞれ平屋地違いますよね。私はちょっと1センチ2センチぐらいの大きさで間隔で切っていきます。で、ボウルに小麦粉を入れたいんですけど、作り方レシピを見たら 100g だったんですね。でも 100g 測るものがなくて、でこのスプーンで入れていこうと思います。で、このスプーンって多分小さじ1杯ぐらいなので、で調べたら小さじ1杯って 5g だったんですよ。だから 5g だから 100g 入れるには20杯入れたらきっと 100g になるだろうと思って20杯入れていきます。合ってるかな、これぐらい入れていく、全然統一感がない。次8か、8、20、はい、入れました。で、入れたら水を150入れていきます。150だよね、はい、150入れて、で、ちょっと混ぜようかな、混ぜます。大丈夫かな、この水っぽさが正解なのかがわからない初めての平屋地だから。で、卵を入れます。多いかもしれない、これぐらいにしとく、ちょっと多かったかな。で、味付けとして和風だしを入れます。これを小さじ1杯ぐらいかな、これぐらい入れる、塩小さじ1杯ぐらいですかね、入れていきます。混ぜる、混ざったら、では早速炒めていきます。温まってきたかな、フライパンが温まったら入れていきます。平屋地って結構薄めだよね。ニラがすごい不揃い、になっちゃったやばい、ちょっと紅生姜を入れていきます。紅生姜をちょっと足そう。急すぎるよね、急に、うん、紅生姜を入れると。このタイミングで紅生姜って合ってる。大丈夫かな。あ、でも見た目がなんか綺麗な。いい
感じ。そろそろ裏返した方がいいかな。なんか裏返すタイミングが表に気泡、気泡空気が出てきたら裏返すタイミングなんだってネットで書いてあった。あ、反対側焼けてる気がする。いけるか。せーの。あ、いいんじゃない。まあまあ綺麗に焼けている。なんか硬さ的にも生地的にも平屋地っぽい。あ、平屋地平屋地だけど、小麦粉の量が不安だったけど大丈夫そう。きっとめっちゃいい香りする。途中で入れた紅生姜が心配。はいはい。あ、生姜消失。焼けました。フライパンからお皿に移します。鰹節をパラパラとまぶしていきます。こんな感じ。グリグリでいいかな。完成しました。ひらやち。じゃあ早速今から食べてみたいと思います。ではいただきます。お、あ、でも生地の薄さもひらやちでちょっとお好み焼きにも似てるって言われてるけど、平屋地は結構薄めが平屋地なんだよね。うん、おいしい。おいしい。よかった。冬だしの味がすごい効いている。ちょっといつも食べている平屋地よりもちもち感もあるかも美味しい。お好みね、ウスターソースをかけても美味しいので、ウスターソースねかけたり別に小皿で用意してそれにつけて食べたりすることもあります。うん、うまい紅生姜とウスターソースの組み合わせがすごいよ。よかった、上手にできて上手自分で言ってるけどでも本当に作り方見てたら沖縄のやつとして簡単に作れるものなので、ぜひ県外の方は平屋地って言っても分かんないんですよね。チヂミって言ったら分かると思うんですけど、県外の方でも材料はあるのでぜひぜひ材料を揃えてこう沖縄の平屋地を作ってみてほしいなと思います。平屋地ちょっと美味しくできてよかったなって思っているんですけれども、この平屋地って結構具材がシンプルなんですよね。ニラと紅生姜ぐらいしか入っていなくって、でちょっと野菜が足りないなって感じもすると思うんですよね。お好み焼きとかだったらね野菜が結構いっぱい乗ってたりもするんですけど、で野菜もちょっと食べたいな、摂取したいなって思うときは、じゃん、輝きの青汁プラセンタイはい、私はねこれで野菜不足をこれで補っています。普段これスティックが、粉末になっていて、で水に溶かしてこんな感じに溶かして飲みますちょっとね色がね結構グリーンで、え、苦い大丈夫って私も初見で思ったんですけど、あの本当に苦くなくて飲みやすいです。なんだろう、そんな癖もなくてサラサラといける感じです。本当に味で言ったらちょっと緑茶に近いのかな、抹茶か緑茶に近い感じで本当に飲みやすいです。今日は平屋地なんですけどね、普段夕食とか家でご飯食べる時とかにお茶の代わりに青汁をのこれで作って飲んでいます。野菜をね買って揃えるって大変だと思うので、そういう時はこれがあると手っ取り早く野菜と栄養をチャージできるので、で皆さんもね普段ご飯食べる時にお茶とかお水とか一緒に飲むと思うんですけど、それをねこれに変えてみるのもおすすめですので、ぜひぜひ皆さんも気になったら下の概要欄からチェックしてみてください、今日は平屋地を作って青汁と一緒に飲んで食べてみました。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。それではまた次回は何作ろうかなアンシェアー。